中野博正は、日本の政治家、公明党所属の衆議院議員、京都市出身。関西総科高校を経て、平成13年に、東京大学教養学部を卒業後、国土交通省に入省。中央省庁再編によって発足した、国交省最初の入省者の一人である。平成18年、米コロンビア大学国際公共政策大学院、修了。 国交省では、新潟県中越沖地震や東日本大震災の復興、日本国内外の交通機関で利用できる、非接触型 IC 乗車カードの企画提案、内向貨物船業界の活性化に携わった。また、緊急地震速報の導入にも携わっており、導入当時の国土交通大臣は後につながりを持つ、冬芝鉄道であった。職務の傍ら、平成18年に、 コロンビア大学国際公共政策大学院で修士を取得している。退官後、平成23年に死去した、冬柴鉄蔵の後継者として、平成24年の第46回衆議院議員総選挙に、兵庫パックから公明党公認で出馬。新党日本代表で前職の田中康を、民主党前職の室井秀子らを破り初当選した。当時、 兵庫県下の小選挙区並びに公明党公認の当選者としては最年少であった。平成26年12月、第47回衆議院議員総選挙に再び、兵庫パックから公明党公認で出馬し再選される。平成29年10月、第48回衆議院議員総選挙に再び、兵庫パックから公明党公認で出馬し参戦。ありがとうございます。